はい、おはようございます。マスターです。オッケー牧場ってことですね。今日ですね、僕が最も尊敬するガッツ石松先生のですねネタをやってみました。いつもですねブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。今日もですね、京都の鴨川から送っていきたいと思いますので、ぜひですねご覧になってください。ですね、今日もですね、相談来てますんで、やってみたいと思います。マーサさんという方から質問です。広告の規制を気にせず、効率の良いマーケティングの仕方、いかに短時間でそこそこの品質の施術を喜んでもらって高く売るかということなんですけれども、マーサさんどうもありがとうございます。まずですね、僕ちょっと引っかかったんですけれども、そこそこの品質の施術をですね、売らないでくださいね。ですね、面白い言葉があって、広告ってみんなやるんですけれども、広告っていうのは商品をですね、広告っていうのは商品を超えること絶対できないんですね。みんなコピーとか広告で何とかしようとしてますけれども、品質を超えることができないんですよ。もしですね、品質をですね、コピーが超えてしまうと、古代広告とか詐欺になっちゃうんですね。なので、最近ね、情報教材とかでも詐欺ありますけれども、商品の質が超えてるんですよね、コピーの内容がね。なので、そこそこの品質で喜んでいただけるような商売やったら僕はやらない方がいいと思いますんで、ぜひですね、まずそこですね、技術をちゃんと磨いてください。で、広告の規制を気にせずにってことなんですけれども、こういうね、マーケティング、もうこれね、僕があと50年経って80歳になっても言い続けると思うんですけど、これダイレクトメールです。ダイレクトメールでニュースレターとかを書くことです。なんせ、お客さんとか患者さんに自分を忘れなくさせる方法が何かありますかって言ったら、僕はダイレクトメールでございます。今ですね、メールとかをしてもですね、開封されないですよね、まずですね。開封されないですし、開封されたとしてもですね、デジタルなんであまり読まれないんですね。なので、手っ取り早く、早く、効率よく、高く売るんであれば、ダイレクトメールで提案をしてください。でですね、ダイレクトメールで何書けばいいんですかって言いますけれども、またそれはですね、後々相談に出てくるんで、またご覧になっていただきたいんですけれども、なんせですね、相手に触れ続けさせる、相手に触れ続けるということはとても大事だと思います。気にかけることです。もしあなたが何か買ってほっとかれるのと何か買ってずっとですね、いかがですか、あの商品いかがですかと、こういうことやってくださいねとかって、こういうことしないでくださいねとかっていう商品についてでも何でもいいですからけども、そういうふうにですね、触れ続けてくれる人にやっぱり僕は振り向くと思うんですよ。なので難しいことは何もいりませんから、ダイレクトメールっていうので、振り向かせるということはとても大事だと思います。なのでダイレクトメールです。で、今、Google とか PPC とか、なんかどうなのって言ってますけど、Yahoo リスティング広告は。みんなですね、手っ取り早くを求めすぎ。で、要は Google とかリスティング広告って、ね、アドワーズとかって言いますけれども、もう Google とかね、Yahoo に胸ぐらをつかまれながらですね、広告をやってるような感じなんで、自分では自由にメッセージ組めないんですね。じゃあ自分に自由にメッセージが組めて、手っ取り早く売り上げ上げようと思ったら、僕はダイレクトメールがいいと思います。ぜひですね、ダイレクトメールキャンペーンというのをですね、3回、4回、10回というのをですね、組んでやってみていただけたらなと思います。それでは、今日ですね、こんな感じで終わっていきたいと思います。次回はですね、一度来店されたお客様が速攻でリピーターに、呼び起こす方法とかテクニックっていうふうにですね、答えていきたいと思います。ので、ぜひですね、次回もですね、ご覧になってください。それでは、今日ですね、この辺で終わっておきます。そろそろ寒くなってきたんで、あと2、3本撮って、帰ろうかなと思ってます。では、風邪ひかないでください。またお会いしましょう。では。